この番組は鳥取県産業技術センターが取り組む技術開発の内容や成果をご紹介いたします。今回は食品の粉体加工技術をご紹介します。最近では6次産業化や農商工連携が提唱され、米粉をはじめとして野菜や芋などを乾燥・粉砕した野菜パウダーなどの粉末が盛んに生産されるようになり、農産物の直販所や道の駅など巷でよく見かけるようになりました。野菜などのパウダーは細かくするほど消化吸収性が高まるため、より細かな粒子にまで粉砕される傾向があります。その一方で微粒子にまでパウダー化すると飛び散りやすかったり、水に溶けにくくダマになってしまうなどの課題があります。また特徴的な色合いを持つ野菜の場合、変色したりすることがあります。これらの課題を解決する手段の一つに粉体加工技術があります。粉体加工には素材を乾燥して粉末に加工する粉末化、より細かな微粒子にまで粉砕する微粒化、粉同士を結合させてより大きな粒状に加工する増粒、酸化の防止や商品価値の向上のため粉末に被膜を作るコーティング、粉末をふるいなどによってその大きさ別にグループ分けする分球などがあります。今回は増粒とコーティングの2つの粉体加工技術を紹介します。それでは実際に実験の様子を見せていただきましょう。こちらが増粒とコーティングを行う天動流動増粒コーティング装置です。まずは増粒を見てみましょう。増粒する前の粉末を装置にセットします。粉末に温風を送り込みながら流動させます。同時に結合剤をスプレーし乾燥させることで粉末が結合し粒状になります。増粒が終わり出来上がったものがこちらです。元の粉末と比べると固まりにくく扱いやすくなりました。増粒することで溶けやすくしたり飛び散りにくくすることもできます。次にコーティングです。粉末に色素を含んだ溶液をスプレーすることで粉末を色付けコーティングすることができます。こちらに紫キャベツから抽出した天然色素アントシアニンを含んだ溶液があります。先ほどと同じように粉末に温風を送り込みながら流動させ、天然色素を含んだ溶液をスプレーすると真っ白だった粉末が徐々に色づいていきます。このように植物から抽出した天然色素をコーティングすると、色をつけるだけでなく天然色素が持つ抗酸化性などを強化した粉末にすることも可能になります。ご覧いただいたように粉体加工することにより飛び散りにくくしたり溶けやすくしたり取り扱いやすくしたりすることができます。さらに天然色素の持つ色合いを活用したり抗酸化性などの機能性を強化することも可能になります。食品開発研究所には食品素材の乾燥から粉末化までの各種の装置、さらに増粒、コーティングまでの試作検討ができる粉体加工装置が揃っています。鳥取県の農林水産物などの地域資源の有効活用を目指す6次産業化や農商工連携を支援するための研究開発などに取り組んでまいりますので、粉体加工にご興味のある方は気軽にご相談ください。